極楽寺は、京都府亀岡市河原の林町にある臨済州、東福寺派の寺である。極楽寺は、大江十年在泉望譲るの回帰といい、漢文二年岐阜和尚の第二現在地に移ったと伝えている。しかし、江戸時代に寺はだんだん荒廃に向かっていたが、明治初年の廃仏希釈の風潮の中で、本堂、栗の痛みは、非常に進んでしまった。原本堂は、 多くの人たちに寄進された城材で、改築、1911年に竣工したものである。日露戦争や洪水などで、城材もなかなか集まらず計画はとんざしかかったが、住職の意気込みで見事に竣工を見たのである。1929年、当時の属する少林島部落において、若者の風紀改善が問題となり、万十寺の金の合わせもとで、 皆一斉に寝てはどうかとの提案が採用されたという。以後、極楽寺の鐘は、毎夜所定の時間に疲れ、青年の夜遊びがほとんどなくなったという。さらにこの少林島部落に習い、同じ河原林村内の河原の寺理部落でも何か、有意義な活動を、との声が上がり、こちらでは、冬の朝5時、夏は4時から4時半頃に早木の鐘をつくことになった。これにより、 河原林村は朝は、宝庫寺、夜は、極楽寺の鐘が鳴り響くようになった。この活動は、青年だけでなく村民の勤労意欲も刺激し、在京軍人会の活動を活発化、道路修繕の定期化、消防組による10年無火災等にも波及し、最終的に東京朝日新聞から有料想定村として表彰されるまでになった。ありがとうございます。